ジャネット。何ですか、ここは。どこでしょう、ここは。ここはですね、皆さん、我々、私、京一郎と麗華の新しい愛の日でございます。やっとですね、微妙な狭さから解放されまして、お披露目の部屋が、ありましたので、新しい家の皆さん見てください。はい。あ、見つけた。まあ、こちらにもね、こちらは多分客間になりますね。ね。こちら、客間でございます。はい、客間です。今、会場の手伝いに来てるんだけど、なんかここは青の壁紙だから、私の部屋でとか行きました。こちらが、寝室ですね。寝室ピンクでね、ちょっとエッチな、かわいいよね、ラブリーね、ラブリーな人気です。ラブリーキョちゃんでございます。こちらトイレですね。トイレまあ普通の、まあかわいい壁紙、いやちょっときちね、キョちゃんのトイレですよ、さあこちら、なんとやっと狭苦しいところから解放されまして、見てください、こちらバス、お風呂でございます。きょうちゃんが入れる、私入れるんですね、こちらね、バス入りますよ。で、こちら、顔洗いますね。はい。それで顔洗いからこちら来ると、キッチン、はいね、ダネちゃんのキッチンです。はい、すごい明るいね、キッチンね、明るい、安くていいね。で、これほら、なんていうの、これダイニングじゃなくてカウンターテーブル、カウンターテーブルいいね、チャレポンとかして、ついてね、収納がいっぱい、でね、こちらがリビングになっております。はい、まだ何もありません。本当だ、何もありません。さっきテレビ行ったんですけども、この、アンテナがなくてですね、テレビが繋がんない状態でございます。こちらはですね、新しい私のボーンスなんですけども、なんか誰か住んでるようですね。職人さんですね、こちら。職人さん、絨毯専門の職人さんです。つなぎ目つなぎ、つなぎ目がわからないようにするのが私のモットーですから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。不謹慎なんでちょっとコンプラントで、はい、というわけで皆さん、これからの動画はですね、こちらの新しい新居で多分お届けすることになると思います。まあ、はい、この他にもね、ソファーや絨毯、などテーブルなどいろいろ買ったんですけども、随時バラバラに届くんでね、まだまだなんかこういびつな感じで、ね、あと皆さんこれ2台目、あ、カメラね、カメラ2台目でございます、これでね、前までさ、ビデオカメラで動きのレイが撮れてたでしょ、こう定点カメラと、レイカの手持ちカメラで、で、今回もずっとこの新しいカメラに変えてからやりたかったんだけど、どうしてもビデオカメラの画質が下がっちゃうから、これちょっと違和感があると、で、思い切ってもう1台同じの買ったんで、これからはこうもっと動きのある映画撮れるんじゃないかなと思います。今日はこういうね、ちょっと軽い動画なんですけども、はい、ちょっとやっぱり、引っ越しでちょっとわたわたしてますんで、もう少し落ち着いたら、動画の方投稿できるかなと思います。というわけで皆さん、本日は誠にご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイいきますよ、さ、バーイ。